はい、こんにちは、ゆっきーだっぺんための村長です。はい、今日は冒頭に挨拶がなくて音声だけですみません。先日あげた音楽関係者との外ロケの動画を更新した後にですね、作詞作曲をした曲を聞きたいと多くリクエストがありました。まあ、ですがそもそも私は自分の曲をまだ歌えるのかって突然疑問に思い、まあ、ハンドマイクで何曲かレコーディングをしてました。で、その様子の一部を SNS に上げたらですね、続きを聞きたいとまたさらに多くリクエストがあり、急遽この動画を上げています。で、今から流す曲は発売日に即完した音源やすでにソールドしている音源が含まれます。で、発売日に遠征で東京まで来て一生懸命手に入れた方々などもいますので、まあ、その方々のことも考慮してわざとライブ映像を挟んでなるべく原曲は流さないようにします。まあ、そしてハンドマイクでレックしたものもあるんですが、これもライブに来ていた音楽のファンを考慮して、まあ、流さないようにしたいと思ってます。まあ、やはり年に3桁以上のライブをしていた中、ほとんど来ていた方々もいるんですね。で、毎回3000円以上のチケット代と遠征費を稼いで、まあ、日々のストレスなどの対価として皆さんが得てた時間なので、まあ、こちらに関してはご了承お願いいたします。はい、まあ私は父の病気の悪化があり、そして最後までアーティストとしてあり続けるためにその理由を明確にファンに話さずに、まあ、全盛期に表舞台から去りました。まあ父が亡くなるまで皆さんに何も明確に伝えなかった時と同じでございます。まあ今は音楽に関しては裏方の仕事しかしてないんですが、まあいつかまたそんな時間を作れる機会があればいいですねはい、では今日は美容に関係ないですが楽しんで聴いてってください。どうぞ。壊すことを強さと吐き違えて、この声歌を馬鹿にされて一回せず泣いた帰り道、それに泣く自分に悔しくて、でもたこのマイクで伝えられない心を歌詞に泣くに伝えたい声で歌を叫び、この歌にあなたに届くようにと歌が過ぎて自分を愛していた。あなたの後を落とせ何度だって思ったけど、でもだよ
So
めでいい。自分のためがそう、君のためで誰かの我慢が許しの目で人は自由でいれると、君のためにの本当の意味を教えて、君に僕ができること君が君のために生きること。
ビバニー EU だな、本当だな、うちんちユニットバス湯船に使ったことない、だからわからない。